はいどうもロゴチャンネルのロゴです、今回もバイクの方を紹介していきたいと思うんですけど、こちらの方 CD50 のフェンディという車両になってまして、俺の動画の中ではね、海沿いで撮った写真がドアップになってるサムネイルのやつが一番人気でみんな見ていただいてるんですけど、ちゃんと紹介はしてなかったので、まあ、せっかくですから今回紹介しておこうかなというふうに思います。こちらの車両はですね、ホンダから出ておりますベンリー CD50 の S の方で、この時は紅白カラーが出てた車両だったと思うんですけど、それのうちの白の、まあ、ブラウンタイプのシートとかついてるやつですね。わりかし最近相場も上がってきてですね、そろそろ手放す時期かなっては思ってはいるんですけど、まあ、それでもこんな可愛い車両って実はそうそうなくて、まあ、このサイズの原付だとまあホンダでいうところのエイプっていうのがあるんですけど、まあ、それとはまた違ったこの T 字フレームのボーンとかが独特で、でかつフレームも全部白っていう感じなので、こういったまとまった車両ってほぼないなっていうふうに思ってたので、ちょっと名残惜しいのでなかなか手放せはいないんですけど、ただもう自賠責が切れてからかれこれ半年以上、またですねいつもね半年以上乗ってなかったりします。まあ、最近おかげさまでバイク熱も上がってきたので少しまた乗ろうかなっていう感じではありますが、まあ、その前にせっかくですから少し紹介しておきます。じゃあちょっとね、まあ、ほぼ純正なのでぐるっと見ていきますけど、こんな感じです。本当車体サイズはもうほぼエイプと変わんないかな。一回エイプまたがったことありますけど、まああれよりちょっと背が低いぐらいの印象はあります。っていうのとやっぱりそのフレームがね T 字フレームなんで、ここにギュッとしてるので、よく言うのはヤマハの YB1 でしたっけねっていう原付があるんですけど、あれとまあ比較されることが多かった気がします。まあ、ぐるっと回すとこんな感じなんですけど、カフェレーサーとはまた違うかな、街乗り感があるんですけどカジュアルに乗れるタイプのおしゃれな原付のイメージです。でこれは純正のフレームなんですけど、もう買った時からシミとかがあったりとか破れがあったりとかして、まあ、同じものを揃えたいなと思うと、もう出ないっていう感じなので、非常に大事に、まあ、座ってる感じですね。でやっぱり年式的にも古いものになってきたりとか、まあ、状態、まあ、保存状態が良くなかったので、サビとかあったんですけど、そういうところをリタッチでペンで塗ってあったりとかするので、たまにまだらになってたりしますね。でウィンカーなんかはかなりでかいですよね。多分シャリーと同じような感じのでかい、ウィンカーになってると思います。なんですけどそれがいい感じにこうなんかやぼったくて可愛いんですよね。でフル、リアフェンダーもしっかり長くなってるので、サイズ感がよく出てるんじゃないかなと思います。で具体的にこう、純正と違うところっていうと、このキャプトンマフラーかな。これだいたいね、この手の横型エンジンっていうんですけど、モンキーだったりカブも一緒か、確か株だったりとか、あそこら辺のマフラーって大体共通なんですよ。で唯一エイプとかは全然違くて前から出ちゃうので付けられないんですけど、この下から出るタイプのマフラーって基本全部付くはずなんですけど、まあ、その中でもキャプトンタイプっていうのが実は少なくて、まあ、あってもあんまり用途しなかったりとかするんですけど、多分これねたまたま、水戸のアップガレージで便利用ですってこれを買った何ヶ月後ぐらいに急に出てきて、じゃあ俺買うわっつって買いに行った記憶があるんですけど、これがまあすごくいい音、他に木島かなどっかから有名メーカーからも出てるんですけど、それよりもかなりいい音なんですけど、まあいかんせんメーカー名がわからなくてこれいい音をおすすめできないのが難点ですね。しっかりとこのお尻のね、この出口のところもこう外に広がっている感じのこの形とかもすごくいいですし、丸の長さという太さがすごく絶妙なんですよ。でこれ本当におすすめしたいけど、誰何のメーカーかわかりません。あとステップとかはもう破けてたので、ラバーは、上に合わせたブラウンに、変えてあります。まあ、ここら辺は変えるの簡単ですから特に説明することもありませんね。でこれ問題はこれですね。これ多分ね復活した時の動画も上がってると思うんですけど、このベンリーの悪いところってこのフレームの中に全て収まってるんですよ。これの反対側開けると分かるんですけど、空洞になってる、その中にエアクリーナーとか、まあ、エアクリーナーボックスっていうのかなが入ってたりとかして、メンテナンス性がすごい悪いと。で多分今回、まあ、その時不動になった原因がここら辺の詰まりだったりとか、あとエアクリーナーの、詰まりで吸気が追いつかなくてダメになったっていう記憶があったので、じゃあぶった切っちまえっつってここぶった切って、後から付けたこのパワーフィルターを取り付けてるんですけど、これがいかんせんくる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 回るんですよね。まあでもこれ付けたおかげで音がね、これとこれの相乗効果ですごくいい音してるので、ぜひ走行動画も見ていただければなっていうふうに思います。でそれに合わせてこういうタイプのね、インマニっていうのかな、もうくっつけてありますけど、なかなか気持ち悪い見た目になってますね。まあここら辺はそんなもんかな。まあと違うのグリップぐらいなんですけど、これねもともとブラウンだったはずなんですけど、久々に見たらゴーヤみたいになってるな、ちょっと緑がかっちゃってます。
一番かっこよかったのこれだったんですけど、このゴーヤみたいな色になっちゃったらあんまり良くないですね。ここから見ても緑がわかりますからね。で、あとエンドキャップつけてるんですけど、これ失敗ですね。これのせいで回んなくなっちゃったっていう感じで、結構ね、あ、こういう弊害があるんだなって改めて思いました。で、ちなみに走行距離今15,280キロっていう感じで、まあ原付としては走ってる方かなっていうふうには思うんですけど、もうこれでね、まあイメージわかりやすいのが茨城の上の方から下の方まで走ったことがあるぐらい結構気に入って走ってるし、なんなら乗りやすさもすごく乗りやすくて、で速度もね、正直ぶっちゃけ言えば60は余裕で出る車両なので、まあ割と流れに乗って走れたりとかするので気に入ってね、あちこち走ったんですけど、うん、やっぱいかんせんちょっとフロントフォークが死んでるんで、どうしてもショックが逃がしきれなくて、まあ、リアもそうですね、まあ、ちょっとそれで、まあ、ちょっと乗らなくなったっていう経緯も確かにあったりとかします。まあ、リアはね、割とその下部とかがこういう感じのシェルターっていうか、このフィールなんかこれがついてるタイプの白いリアショックがあるので、まあ、変えることはできるんですけども、フロントはもう自分でやらなきゃなんないので、正直フロントやるだけの気力は俺にはないのでね、もうダメだったらもう手放すしかないというふうに考えてました。まあ、あと乗り心地とかは、まあ前も説明した通りで、1234ニュートラル1234っていう感じの車両で、かつ下部と違ってクラッチがついてて、まあ誤操作はないですし、まあマニュアルの独特のそのクラッチ操作も楽しめるっていうすごく面白い車両なので、まあ今映ってるとこで言うと、シャリーとかはまあ4速の3か3のロータリーで1234を下部と同じで踏んでいくだけでこう変えていかなきゃならないので、意外に現代人からすると結構難しかったりとか、まあ逆にモンキーとか普通のバイクみたいにクラッチ握ってギアチェンジしてアップアップアップダウンダウンダウンってやっていくような感じのやつとはまた違った乗り心地なので、まあこれはこれですごく面白い車両かなというふうに思います。では、久しぶりにエンジンでもかけておきましょうかね。一体かかるのかな、バッテリー死んだ、まあそらそうだな乗ってね、もう、まあ、バッテリーが死んだところでこの手の車両はかかりますからね。で、エンジン意外に軽いんです。あ、そうすると、一発、いや優秀だわ、さすがホンダだよね。モンキーとかベンリー、まあ毎回そうなんだけど、放置してでもいくらでもかかるんですよねこいつら、ほんと優秀。しかもほらチョーク上げてねえし、逆に上げたら止まるでしょ。あ、大丈夫だ、ガソリンもちょっと腐ってるかもしれないですね。まあ、でもこのほんとキャプコンマフラーをね、走行音以外のアイドリング時の音で聞いてほしいんですよ。すごくいい音するんだよね。これちなみにメーターはですね、 LED 後ろから玉変えてるんでこんな色してますけど、クソダサいですね。ちょっと回してみましょうか。大丈夫そうですね。ちょっと近づけて、絶好調。やっぱりこいつがうるさすぎますね。全然乗ってないのが嘘みたいに、すっげえ絶好調ですね。乗らないの本当にかわいそうになってきましたわ。まあでもこの音聞くとやっぱりたまに乗りたくなってくるので、まあ自賠責入れるだけなのでね、またちょっとファミリーマートでも行って自賠責入れて乗ってみようかなっていうふうに思います。まあ最後まとめていきましょう。はい、っていう感じでベンリー CD50S の紹介だったんですけど、いかがだったでしょうか。やっぱりね、こう置いてあってよかったなと思えるぐらい、こうたまに乗ったら絶対楽しいだろうなと思えるようなぐらいおすすめできる1台だと思いますね。まあ、ワイルドさには欠けますけど、まあ、おしゃれ感だったりとか街乗り感だったりとか、まあ、置物感って言ったら失礼ですけど、まあ、置いてあっても全然嫌じゃないような、なんかメカメカしさのなさっていうのかな、それが本当に魅力だと思いますので、まあ、便利、親分の方に CD90 とか110とか、ここにお弁当箱ボンってくっついたね、おじいがよく乗ってるビジュバイがあるんですけど、まあ、そういったのとは違って、この 50S とかここに何もついてないタイプの魅力っていうのがありますので、まあ、気になった方はぜひ調べてみて、手に入る機会があったら乗ってみることをお勧めします。マジね、クラッチ握ってロータリーをチェンジするっていう感覚っていうのはマジで面白いですし、割と
いろんな車両乗ってるとそのスリリングさっていうのも楽しめますのでね、すごいですよ。本当これ独特だと思いますからね。これだけ本当おすすめできます。ただ一点注意するのは、さっき言ったそのおじいが乗ってる方の弁当箱をくっついてる CD90 とかは、お弁当箱をつけるための専用のレールとかがついてて、それをつけたいと思ったらもうそっちの車両を買うしかないので、まあ、気になった方はそっちを調べてみて、でそれでもこれがいいっていう時には、まあ、そのお弁当箱とは決別して買うことをおすすめしますのでね、まあ、よく調べて買ってみてください。でエンジンとかは全然中華製でも乗りますので、まあ、壊れてもまだまだ乗れる車両だったりとかするのでね、まあ、ぜひ調べてみてください。まあ、そんな感じで今回の動画は以上で終わりたいと思います。もし動画の方気に入っていただけた方は、便利、いいな、気に入った、欲しいかもしれないと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録や高評価で応援の方よろしくお願いします。最新情報はTwitterでつぶやいてますので、よかったら下の説明欄からお越しください。それではここまでご視聴の方ありがとうございました。